はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。今日はですね、竹志農場からお知らせです。竹志農場のサナブリ企画で、後ろに写ってるさつまいもなんですが、さつまいもをこう掘りに来ませんかというお知らせです。で、なんでこういうことになったかっていうと、竹志農場が、こう檀家になってます朝鮮寺さんっていうお寺さんあるんですけど、そのお寺さんの方から、今のご住職の お孫さんですね、が、なんかさつまいも掘りしたいということでね、多分幼稚園かそう小学校低学年ぐらいの子だと思うんですが、さつまいも掘りを体験をさせてくれないかということで、竹志農場の姉からね、依頼がありました。で、まあ、まだね掘り終わってないんで、いつでもいいよっていうことで、昨日返事しました。で、多分、今度の日曜日、米の配達で東京へ行っちゃうんで、日曜日はダメなんだけど、土曜日より前ならいつでもいいよっていう返事はしました。で、多分今度の日曜日いつなんだろう、ちょっと日にち忘れましたけど、日曜日以外は、土曜日あたりに来るのかななんていうことを考えております。まあ、そんなわけでね、まあ、今コロナウイルスで軒並みいろんなイベントを中止になってます。で、竹志農場も、まあ、何十人もでワイワイやるつもりはないんですが、まあ、1日に1家族ぐらいだったらね、受け入れてもいいのかなっていう感じで、さつまいも掘り、まあ、30分でも1時間でもいいんですけど、この今背景に映ってるさつまいも畑で掘りませんかというお知らせです。で、基本はお金はいりません。ただ自分の力で自力でね、竹志農場まで、来れる方です。で、交通機関なんですが、やっぱり車が一番ね、無難かなと思います。北関東自動車道路、宇都宮上三川インターからですと多分10分くらいかな。まあ、皆さん乗ってる車はほとんどカーナビ付きなんで、カーナビで、来れば、後ほどね依頼があればちょっとうちの住所を教えますんで、カーナビで来ていただければ、宇都宮上三川インターからですと10分か15分で来ちゃいます。それと電車の場合は JR 宇都宮線の、石橋駅ですね、そこから直通バスってないんで、タクシーになっちゃいます。で、車持ってないんで石橋駅まで迎えに来てちょうだいっていうんであれば、うちからですと10分か やはり15分ぐらいで、片道に行けますんで、迎えに行くことは可能です。ただどちらにしてもね、事前に行くよって手を挙げてくんないと、今石橋駅にいるんで迎えに来てとかね、インターチェンジ、高速のインターチェンジ降りたんだけどどう行ったらいいのって言われても困っちゃうんで、事前に連絡してください。それでこちらで対応します。で、基本は無料で体験していただけますので、まあ、気楽にね、近くに行く用事があるとか、まあ、栃木県内在住で、子どもさんにちょっとそういう体験をさせてやりたいっていう方は、まあ、コメント欄にね入れていただければ、大丈夫です。で、竹志農場の今週の予定なんですが、日曜日は米の配達で東京の方へ行っちゃいます。で、午前中は多分いないんで、日曜日の午後空いてます。あと土曜日は大丈夫です。それと、
10月20日はね、国勢調査ちょっと、今回国勢調査を頼まれてますんで、それが報告で役場行っちゃうんで、10月20日の午後はちょっと難しいですね。それでは空いてますということで、まあ、とりあえずですね、コメント欄にメッセージ入れていただければちょっとね、それのやり取りで、日にちを決めたいと思います。そんなわけでね、今回は、芋掘り体験のお知らせです。以上です。